2年生、3年生は集合させました。もうこれが楽しみなんですね。どんなやつができるか。おじゅう、皆さん元気ですか。今日のオモトフレンチシェフと言えるよりはメダカナッコをやります。少々お待ちください。はい、まずね、まずちょっとね、汚いんでね、これを洗います。金魚をね、ちょっと細くって落とします。何匹いますか、ね、これはあの3年生と去年生まれた2年生かな、一緒にしてますから、これの子供が生まれたんで、子供が生まれました。で、買います。まだいるかな、まだいるかなっていうことで、この水を捨ててしまいますので少々お待ちを。2年生もね、一緒にここに入れようかなと思って、っていうのは1年生が生まれたんです。で、メダカの学校1年生が生まれたんで、今から見せますけど、なかなかメダカが取れないです。いるんですけど元気だから、メダカのちっちゃいのは。はい、やっとできました。ね、またこれを洗って落とします。少々お待ちを。あ、1年生とね、じゃあ1年生、2年生と3年生は一緒にしちゃいました、全てね。で、ここから生まれたのが、今1年生が生まれて、今まで見えなかったんですけど、やっと目に見えるようになってきたんで、1年生だけ集めようかなと思ってます。僕も初めて見るんですけど、この下にあります、これですね、これを今から大きな鉢の方に移してあげたいと思います。やっとちっちゃくて見えない人もいますけど、やっと見えるようになった人もいます。はい、少々お待ちを。前にも見せたかもしれませんですけどね、こういう風にですね、卵がついてるんです。これね、見えますかね、卵がね、これが卵です。メダカの卵です。これがね、帰ったやつが今いるんで、こちらに、ね、こちらにいるんで、これをこちらに移したいと思います。これも全部ね、全部入ってますね、全然卵がついてないです。これもないですからね。はい、ということで、どうできるか、いました。まずね、これ1年生です。いました、これ見えますかね、これちっちゃいのいる、ちっちゃいのがいるんですけど、目に見えないんで、見えるのがほとんどですけど、取れるかな。ゴミみたいなのは、よくおるわ、よくいますね。ちょっとね、雷がやばいんで、そろそろやめようかな。雷が鳴ってきたんで、
やばいですか、一応映りましたけど、これも入れておいて、ちょっとやばい、ちっちゃいのがねいっぱいいるんですけど、見えるかな、こちらにも、こちらに少しは映しましたけど、雷が鳴ってきたんでちょっと中止します。はい、こっちにね2年生3年生は集合させました。もうでこちらに1年生を移しましたけど、ほんとちっちゃいのが見えますか、見えますかね、ゴミみたいで光ってて見えないかな、ね、今度またちょっと見えるようになったら、でこちらがまだいるんです、動いてるの見えますね、少しはね、目に見えるやつが救えないんで、で雷が鳴ってきたんでちょっと中断ということで、今日はメダカの学校の1年生の生まれたのはね、あ、黒いのもいるから珍しいのもいるかも、これが楽しみなんですね、どんなやつができるかということで、メダカの学校でしたね。じゃあまたね、バイバーイ。1年生でした。光ってるのかしね、光らないところで1年生、さよなら、またねー。